おい、雪平。ほら、今だって天草くんの声が。一応いるんですが。待ってくれ、雪平。まだ話は終わってない。おおおおまさかこれは夢にまで見たラッキーなハプニングのエロ。ラッキーエロ、すまない。これは不可抗力だ。ありがとう神様。あ、大丈夫ですか？何してんのあの人。一番錦野真由美、よし行くぜ。先輩。あ、なんか怖いからやめる。ああ、うわ、ちょっと、なんで、危な。立て直すぞ。話し合おう。店の掃除課だ。ほら、どうぞ。店の中で走れるな。そして父さんは入院した。ああ君、あ、俺ゾンビっす。がタイムスリップして日本軍を率いるんだよね。ミツコ殿、そのスカートが、そのやだ、危ない。ミツコ殿、いったまた女性感動から出て本当に良かったでござる。今日のニャンコマ、ご機嫌うるわしゅう。ドルフ、もう逃げられないんだよ。さあおとなしくそれを渡すんだ。死んでる。の裏の山の部分にその結び目を当てて、よーし、おお、な、すげえぽい。せりゃー、くわっ、これぞスーパーひとしくん。従来のひとしくんの30倍、一度で30発のロケット花火を発射。猿たちにトラウマ級の衝撃を与えてみせる。火薬がしけとるやない。じゃあ見してみや。よい子は絶対発射口を覗き込んだらかんよ。よろしく頼むぜ相棒。
すみません、すみません。総員戦闘開始なんつって。それがお前の全力か。今日こそ貴様をターミネートする。なんとか止めな。俺が止める。ジ・エンドと砕けろエドライナー。うわー、長すぎさの仕掛けた罠にはまってやがる。お？あ、うん、エビナどうした？早っ！ポフ、ピンク、意外！何かのパフォーマンスですか。デスメタルだったのか。クレイジーベイビー。いや、やべ、いや、やべ、1000万もらってどうする気だ。ダメ、恥ずかしくて絶対言えない。トムちゃんのエッチ。誰か、助け。できるよ。もうかなりグーペコになってきたよ。よし、もういい感じだろ。よっと。へいお待ち、超美味スーパーカレー完成の巻なのだ。貴様、今度は旋回知らせだ。いつもひよ、持ってんのかよ。勘弁してくれよ。ちっぽけな国でせこせこ急いで何になるっていうのよ。私は源さくら、今日から高校2年生。